こんにちは。あゆみおの部屋です。今回はメランジ3色とこちらのウールブレンドを使ってグラニースクエアのブランケットを編みたいと思います。今回は超初心者さん用に針の持ち方から輪の作り目の作り方からご案内しています。また糸処理の仕方や糸のつなぎ方、縁編みの編み方まで細かくゆっくり説明しています。ぜひ一緒に編んでくださるととても嬉しいです。毛糸のご案内です。メランジですね。ホワイト。バーコードはこちらです。アクリル 100%。かぎ針は7号から8号とありますので、今回は8号で編みます。その他にグレーは昨年のものですね。ご参考までにバーコードはこちらです。メランジの3色目はこちらのスモーキーパープルですね。バーコードはこちらです。ちなみにこちらはですね、60g108m、どの毛糸も共通ですね。こちらのウールブレンドはパンドラハウスさんで購入しました。ご参考にバーコードはこちらです。ウールとアクリルが入っていて、とても、失礼しました。ウールとポリエステルが入っていて、とても編みやすい毛糸です。その他に、ハサミ、とじ針、段数マーカーも使います。今度もどうぞよろしくお願いいたします。まずは針の持ち方です。持ち方には鉛筆持ちとナイフ持ちの2種類あります。ナイフ持ちの方が手首に負担がかかりにくいかもしれませんが、私は普段鉛筆持ちですので、鉛筆持ちをご案内します。針先から4センチぐらいのところを右手の親指と人差し指で持ち、軽く中指で支えます。中指は添えるだけのイメージです。このように動かせますね。次に輪の作り目をご案内します。まずは左手の人差し指に2回糸を巻きます。糸端は10センチもあれば十分です。一度この輪を指から外します。左手の人差し指で糸玉につながる糸を指にかけます。次に左手の中指と親指で糸を持ちます。一度右手を外して針を持ち、この輪の中に針を入れて糸を引き出してきます。また針に糸をかけて糸を引き出します。これで作り目ができました。この作り目は一目と数えません。それでは編んでいきたいと思います。少し輪を大きくしました。先ほど輪を作るときに人差し指にかけるというふうにご説明しましたが、今回は輪の中にたくさん編み入れますので、このように3本の指にかけて大きくしてみました。それでは作り目ができました。鎖編みを編んでいきます。鎖編みは針に糸をかけてこのまま引き出します。今鎖編みが1目編めました。2、3、鎖編みの3目目にこのように段数マーカーで印をつけます。次に鎖編みをもう2目編みます。合計で鎖編み5目です。次に長編みを編みます。このように針に糸をかけて輪の中に針を入れます。もう一度針に糸をかけて長めに引き出します。針に糸をかけて引き抜く、もう一度引き抜く。これで長編みが編めました。これをあと2回やります。この時に長めに引き出すのがポイントです。ゆったりと編みましょう。あまりきつく編むと疲れちゃいますね。はい。長編みが3目編めたら、鎖編みを2目編みます。次に長編みをまた3目編みます。1回目。2回目、3回目ですね。次に鎖編みをまた2回編みます。次に長編みをまた3回編みます。1回目、2回目。ちょっと早くなってきたなと思われたら、速度を変えてご覧くださいませ。速度の変え方は概要欄に記載しますね。次は鎖編み2回です。次は長編みを2回編みます。1回目、2回目です。長編みの2回目が編めたら、少しだけ長めに糸を引き出しましょう。一度針を置きますね。次に輪を絞りたいと思います。いきますね。この糸端を引っ張ると、どちらかの糸が反応します。いきますね。今、内側の糸が反応しましたね。この反応した方の糸を引っ張っていくと、このように絞れていきます。キュッキュッ。絞れたら、この糸端をもう一度引っ張ります。キュー。これで中心が絞れました。次に針を糸に戻して、この段数マーカーがついてある鎖編みの3目目に引き抜き編みをします。もう一度外しますね。すいません。ここですね。段数マーカーさん邪魔なので取りますね。ここですね。それでは引き抜き編みをします。ここですね。ここに針を入れて、糸をかけて、このまま入れて、もう一度このまま引き抜きます。これで引き抜き編みができました。ちょっと外しますね。今ですね、グラニースクエアの最初を編んだんですね。1段目です。編んでいくとピンとくると思うのですが、1234とあって、長編みが3回ずつあって、その間に鎖編みが2目ずつ入っています。最初の鎖編み5目というのは、鎖編み3目プラス2目で、鎖編み3目イコール長編み1目というふうに考えてくださいね。編んでいるうちにピンとくると思います。それでは針に糸を戻して、次はこの輪の中に針を入れて引き抜き編みをします。糸を持ってきますね。これでこの輪の中に移動ができました。次は2段目に入ります。2段目も鎖編み5目で立ち上がります。1、2、3。この3目目に段数マーカーで印をつけておきましょう。慣れてきたらつけなくても大丈夫です。さらに鎖編みを今2目編んでいます。次にこの輪の中に長編みを3回編みます。1回目ですね、2回目ですね、で3回目ですね。次に鎖編みを1目編みます。グラニースクエアは本当にいろんな編み方があって、鎖編みを編まない方法もありますが、今回は長編みの後鎖編みを1目編みました。次にこの穴の中に長編みを3回編みます。1回目、2回目、3回目ですね。次に鎖編みを2回編みます。またこの穴に、同じ穴に長編みを3回編みます。1回目、2回目、3回目ですね。次に鎖編みを1回編みます。だんだん分かってきたかと思いますが、次は長編み3回、鎖編み2回、長編み3回ですね。で、今回は3色使おうと思っています。もちろん、次鎖編み2回ですね。色は変えなくても大丈夫です。1段ずつ変えていっても可愛いと思います。ちょっと糸引き出しますね。次は鎖編みを1回編みます。次はお分かりかと思いますが、長編み3、鎖編み2、長編み3ですね。次に鎖編みを1回編んだら、この穴に長編みを2回編みます。1回目、2回目です。次にこの段数マーカーのところ、鎖編みの3目めに引き抜き編みをします。一旦数マーカー取りますね。ここですね。針に糸をかけて引き抜く、引き抜き編みができました。この鎖編み3目は長編みの1目と数えます。ここにも長編みが3本できたことになります。先ほどと同じようにこの穴にさらに引き抜き編みをして、これで2段目の完成です。お花のような形になってきました。それでは3段目に入ります。早速色を変えたいと思います。色を変える方法もいろいろありますが、今回は簡単に引き抜き編みのタイミングで変えようと思います。ちょっとほどきますね。2段目の鎖編みの3目めに引き抜いた状態になりました。ここでこの穴に針を入れて、ここで新しい糸を持ってきます。新しい糸に針をかけて、針には新しい糸がかかっています。これでこのまま鎖編みを編みます。1、2、3、鎖編みの3目めに段数マーカーで印をつけますね。また鎖編みをあと2目編んでいます。次に長編みを編みますが、この2本の糸も一緒に編みくるんでみませんか？いきますね。針に糸をかけてこの穴に入れます。通常の長編みを編むときにこの2本も一緒に編んでいます。こうですね。裏から見るとこんな感じですね。すいません、ちょっと色があまり変化がないですかね。こうですね。今回優しい感じのブランケットにしたいなと思って、ピンクとグレーと白で考えてるんですよね。で、今糸を編みくるんできました。次に鎖編みを1目編みます。糸を編みくるむのはここまでにしようと思います。裏からもご覧ください。こんな感じですね。この糸は後で糸処理をします。糸処理も一緒にやっていきましょう。それでは続きですね。鎖編みを1目編んだら、今度はこの穴に長編みを3回編みます。1回目、2回目、3回目ですね。次に鎖編みを1回編みます。次は角に来ましたので、長編み3、鎖編み2、長編み3ですね。次はまた鎖編み1回でこの穴に長編みを3回編みますね。今回の動画では5段ぐらいまで編みたいなと考えています。こうですね。次に鎖編み1回ですね。この段は早送りなしで一緒に編んでいきましょう。全部で何段ぐらい編むかは決めていませんが、秋冬ですのでブランケットにしようと思っています。今年ブランケットとかショールをいっぱい編んでるんですよね。その完成まではこの動画でいかないと思うんですけど、その完成品もできたらお見せしたいと思っています。四角いブランケットができますね。多分そこまで大きくはしないと思います。ちょっとお話をしながら、今角の編み方長編み3、鎖編み2、長編み3が編めましたね。次は鎖編み1回ですね。ここは長編み3回ですね。皆さんはどのような地域にお過ごしでしょうか？雪は降りますか？ここは全然降らないんですよね。次鎖編み1ですね。次長編み3、鎖編み2、長編み3ですね。と東京からですね、近くはないんですが、割と近いのかな？東京から通勤範囲内で温暖なところに住んでいます。ですので、マフラーとかが必要な時期も12月ぐらいからでも十分です。2月ぐらいまでですかね。今日まだ10月の終わりですが、まだ暖かい20度ぐらいあります。長袖1枚でも十分なぐらいです。でも早く使いたいですよね。ブランケットとかマフラーとかスヌードとか三角ショールとか。はい、次は鎖編み1ですね。次はこの穴に長編み3ですね。ちなみにお洗濯は手洗いで優しくしてくださいね。洗濯機に入れてしまうよりも優しく手で押し洗いした方が長持ちすると思います。そんなに頻繁に洗うものではないので、私は普段のお手入れはファブリーズなどでシュッシュッとやっています。ちょっとお洗濯の話になってしまいましたが、今のところお分かりでしたでしょうか？長編み3回の後は鎖編みを1回編んで、この穴に長編みを2回編みました。次は段数マーカーのところ、鎖編みの3目目に引き抜き編みをしますね。ここですね。で、また次の段に引き抜き編みで移動をします。今次の段って言いましたっけ？次の穴ですね。失礼しました。これで3段目が編めました。ちょっと置いてみますかね。すいません、色があんまり出ないですかね。もう少し明日明るいところでお見せできると思います。4段目に入る前に糸処理をしたいと思います。まずこの最初の糸をこの辺で切りますね。次にこちらの糸処理をしますが、この2本は編み込んでいますので、切ってしまっても大丈夫ですが、せっかくですのでこちらの糸処理を一緒にやってみたいと思います。こちらのグレーの糸は編みくるんでおりますし、色がここで同じですので、ちょっと軽く引っ張ってギリギリで切ります。次にこのピンクの糸の最初の糸の糸処理をしたいと思います。それでは糸処理をしていきますね。表側に影響が出ないようにピンクの糸のところで糸処理をするといいと思います。何回か通しますね。この時に一度表にして影響がないか確認するといいと思います。最後なのですが、このように糸と糸との間に割って針を入れるといいかなと思います。何回か糸を通したら、また軽く引っ張りながらギリギリで切ります。次に真ん中の糸の糸処理もしたいと思います。針に糸を通したら、真ん中はこれですね。この部分に針を入れていくといいかもしれません。一周してみようと思います。糸処理の方法もいろいろありますので、やりやすい方法を見つけてくださいね。こちらも参考にしていただけたら幸いです。最後は先ほどと同じように糸を割って糸処理をします。軽く糸を引っ張ってギリギリで切ります。これで糸処理が終わりました。4段目に入ります。少しスピードアップしていきますね。今までと同じように鎖編みをまず3回編みます。鎖編みの3目目に段数マーカーで印をつけますね。次に鎖編みを2目編みますね。2目ですね。次にこの穴に長編みを3回編みますね。最初の段の始めは鎖編み5回を編んで長編みを3回編みます。これは共通です。次に鎖編みを1回編みます。角以外のところは鎖編みを1回編んで穴に長編みを3回入れます。これも共通です。次、鎖編み1回ですね。角以外の穴には長編みが3回ですね。次に鎖編みを1回編んで角に来たら長編み3、鎖編み2、長編み3、これも共通です。ちなみにここの鎖編みは3回ではなく、失礼しました。2回ではなく3回編む、ここですね。私は今このように2回編んでますが、3回編む方が一般的かもしれません。それもお好みですので、いろいろ編んでいくうちに自分の好みが見つかると思います。自分はこういうグラニースクエアの時に2回が好きなんですね。三角ショールの時も割とトップは2回の方がなんとなく好きなんですよね。3回編む時もありますが。そういうわけでこのように繰り返していきますね。もうだいぶ慣れたかと思いますので、この長編みを編んだら早送りに入ります。速度は調整できますので、お好きな速度でご覧くださいね。最後の鎖編み1回を編んだら、この穴に長編みを2回ですね。最後は段数マーカーをつけた鎖編みの3目目に引き抜き編みをします。さらにこの穴に引き抜き編みをします。これで4段目が編めました。次は5段目に入りますが、5段目で動画はラストにしようと思います。その後はお好きな段数まで編まれてくださいね。では今、立ち上がりの鎖を3目編んだところです。で、最後ですね、縁編み、次鎖編みにですね、縁編みをやってみようかなと今迷っているんですよね。グラニースクエアだけで終わってももちろん可愛いのですが、縁編みが入ると本格的になりますし、可愛さもアップすると思います。ですので、メランジーではないかもしれませんが、縁編みを今、検討していますね。次、鎖編み1ですね。シンプルにグラニースクエアだけで終わりにしようかなともちょっと思ってるんですが、縁編みも多分自分がやりたいんですけど考えています。そういうわけで5段目も編み方は同じですね。ちょっと針を外しますね。お気づきだと思いますが、どんどん大きくなっていきますので、角と角の間が増えていますね。この角の間には角2個入ってますね。先ほどは1個入ってましたね。このようにどんどん増えていきます。グラニースクエアは比較的簡単に編めて可愛くてとても人気がありますね。でまたこちらはいろんなグラニースクエアに応用ができます。モチーフはもちろんですが、バッグにもなりますし、バスケットにもなります。またハートとかも編めます。さらにこの基本的なグラニュースクエアだけではなく V ステッチですとかグラニュースクエアを応用した編み方もあります。宣伝なんですが、私もいくつかグラニュースクエアのシリーズを他の動画でも出していますので、よかったらそちらもご覧いただけると嬉しいです。ちなみに今自分はこれにハマっています。すいません、ちょっとやり直しますね。ちなみにメランジの質が今年は上がった気がします。これは昨年のメランジです。それではここから早送りで編んでいきたいと思います。速度調整もされてくださいね。段の最後ですね。鎖編みを1回編んで、この穴に長編みを2回ですね。最後は段数マーカーがついてある鎖編みの3目めに引き抜き編みをします。次に穴に引き抜き編みをしますね。これでもう5段目まで編めましたね。形を整えてお疲れ様でした。続きも頑張っていきましょう。18段目まで編んできました。現在の大きさはだいたい60センチ ×60 センチぐらいです。こちらで完成にしてももちろん可愛いと思います。今回はせっかくですので縁編みをやってみようと思います。18段目の終わりです。穴に引き抜いた状態で縁編みなしでこのまま終わる場合は、一度鎖編みをして、このまま糸を引き出して、この辺でカットします。また、糸を引き出して、先ほどと同じように糸処理をして完成です。今回は縁編みをしますので、縁編みの説明に入りますね。まず、段数マーカーをつけました。段数マーカーをつける場所は、ここを1と数えて、次の目から1、2、3、4、5、6目目です。また、次の目から1、2、3、4、5、6目目です。1、2、3、4、5、6ですね。段数マーカーがあると、目がわかりやすいと思うので、できればつけることをお勧めします。なくても大丈夫です。すいません、ここ2目ありますね。失礼しました。それでは縁編みに入ります。このように穴に引き抜き編みをした状態で、まず鎖編みから始まります。鎖編みで立ち上がって、このように細編みをしています。鎖編みで立ち上がって、細編みを穴に編んだ後、2目飛ばして、まず長編みを編みます。次に鎖編みを編みます。次に同じところに長編みを編みます。また鎖編みを編みます。また同じところに長編みを編みます。で、鎖編みを編んで、長編みを編みます。次に鎖編みを編みます。このように長編みを4回編んで、最後鎖編みを編んだら、また2目飛ばして、2目飛ばすと段数マーカーがあると思いますので、段数マーカーの場所に細編みを編みます。これを繰り返していきます。また2目飛ばして、1、2、この場所ですね。2目飛ばした場所に長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、鎖編みを編みます。長編みが4つあることを確認して、最後、鎖編みを編んだら、2目飛ばすと段数マーカーがあります。この段数マーカーのところに細編みを編みますが、ここに側にすくってもいいですが、側にすくうとは、この状態でこのように細編みを編むことですね。できればですね、側にすくってもいいのですが、今度ここ、一回段数マーカーをすいません、すごい噛んじゃいましたね。一回段数マーカーを外しますね。完成が近づくと焦る傾向にあるんですね、自分。それでは2目飛ばして細編みを側にではなく、このように横から針を入れて、このように細編みをするとより綺麗かなと思います。それを繰り返していきます。2目飛ばしてここに長編みと鎖編み。2目飛ばすと段数マーカーがありますので、細編み。また2目飛ばして長編みと鎖編み。2目飛ばすと段数マーカーがありますので、細編みです。ちなみに、縁編みの糸を変える場合は、この状態で、この穴に引き抜くときに、縁編みの糸で引き抜き編みをします。ここで鎖編みをして、細編みを編みますが、この時に2つの糸を一緒に編みくるみます。あとは先ほどと同様ですね。2目飛ばして、飛ばしたところに、長編みと鎖編みという風に編んでいきます。自分はこの細い糸で少しレース風に縁編みをしようと思います。それでは、そうですね、角まで編んだらまたお知らせします。角まで縁編みをしてきました。鎖編みを編んだ後、この穴に角の場合は側にすくって細編みをします。これで1つの4つある1つの縁編みが完成しました。細編みの後はまた2目飛ばして長編みですが、その前に鎖編みを1目編んでから長編みにしようかと思います。長編みを編んで鎖編みですね。もう慣れてきたら段数マーカーはなくてもいいと思います。この最初もですね、細編みを編んだ後鎖編みを編んでもよかったかもしれません。私はやり直さないでこのまま進めますね。このままでも大丈夫そうです。縁編みの終わりです。鎖編みを編んだら一番最初の細編み、ここですね。細編みの頭に引き抜き編みをします。鎖編みをそうですね、一回編んどきますかね。編んでこのまま引っ張って糸処理分の長さを引き出して糸を切ります。もう一度糸をこのように引き出してキュッてしますね。とじ針に糸を通します。とじ針に糸を通したら反対側で糸処理をしますね。ここに入れてみようと思います。キュッてしますね。裏返してこのように糸を通しながら糸処理をしていきますね。全体像はこの後にお見せできたらと思います。この縁編みは簡単で可愛くていいですね。前回やった縁編みが、すごい可愛かったんですけど、すごい時間かかったんですよね。前回やった縁編みはもうしばらくはやらないかもしれないですね。今日編んだ縁編みはまたすぐにでも使いたいなというふうに思っています。こんな感じで何回か通していきますね。自分は最後ここら辺でこのように出ますね。これで糸をちょっと引っ張って、ちょっとすいませんね、糸を軽く引っ張ってギリギリでカットします。これで完成しました。最後ですね、グラニースクエアですので、糸が結構あると思いますので、これを全部カットしたり、糸処理をして完成です。糸処理が終わって完成しました。私はピンク2段、グレー3段、白4段を2回繰り返して全部で18段編みました。完成サイズは後ほど概要欄に記載しますね。最後、縁編みを四辺全部にしましたね。この縁編みもアップにしてみますね。可愛くできましたね。縁編みで使った毛糸も概要欄に記しますね。ゆっくり3日間かけて編みました。早い人なら1日で編めると思います。ご自分のペースで楽しく編んでくださいね。この度も長い時間のお付き合い本当にありがとうございました。ぜひまたお会いしましょう。